すいません、よろしくお願いいたします。スマートフォンを実際に今お持ちですけれども、使い始めたのはいつ頃からですか？去年の9月です。そうするともう半年以上、まもなく1年っていう感じですけれども、実際にこう使ってみて、そのちょっと、まだ1年やない。そうですね。実際使ってみていかがですか？メールとか、今の段階ですけれども、メールとか携帯の方が使いやすかったです。慣れればいいんですけど、ただこれだけのみならば携帯の方がやりやすいですね。ただ他の機能がいろいろあるから、そういうことで。実際に去年ですね、お店に行って、今まで普通の携帯電話を持ちましたね。で、その機種がもう使えませんよということでしたので、他ので変えてくださいということでしたので、まあ、これからは教室の授業もありましたし、これからは時代かなと思いまして、思い切って。スマホの時代だと思った。具体的にそれなぜそういうふうに思ったんですか？機種がやんだと携帯が少なくなってしまう、流れているもんで、まあ、一番大きかったのは、はい、教室で授業がこうぼちぼちと今までの授業も入ってきましたので、慣れるなら早い方がいいかなと思います。実際に今どんな感じでこうスマートフォンを使っていらっしゃいます？機能として、Google の今の住所録、先生が今見せられてましたよね、住所とかそういうのが全部こう入るっていうのは、やはり主婦としてはデパート行った時にこうパッと見れたり、そういうのが一番便利ですし、授業でちょっと習ったのはエヴァノートも少しですけども使っています。今後はですね、このスマートフォンをどんな機能、どんな機能を使っていきますか？まあ、正直言うとカメラも私まだデジカメの方が使いやすいし、あと何でしょうね、地図とか、家庭にいる主婦としては正直なところ何を使うのかがちょっと外にずっと出る人は非常にこれ便利だろうなと思うんですけど、やはり家にいますとすぐパソコンの方に向かっちゃいますので、正直なところタッチとかいかがですか？慣れました？だいぶ。そうですね、少しは慣れましたね。孫の方がもう随分上手になりましたけど。でも使い始めた当時は結構やっぱり戸惑いませんでした？それも講習でこうちょっと2回ほど講習に参加させていただいて覚えたんですけど、慣れればいいのかなと思うんですけども、反応がいいからすごくちょっとこう指に触れるとパッと変わっちゃったりするのが今のところちょっと問題なんですけどね。慣れかなと思います。わかりました。どうもありがとうございました。すみません。